梅原剛は、日本のテレビプロデューサー。元日本テレビ放送網執行役員、メディア戦略局上席執行局長で、前熊本県民テレビ代表取締役社長。東京都練馬区出身。日本大学芸術学部演劇学科卒業後、1983年日本テレビ、入社。当初は主に、テレビドラマのプロデューサーを担当。 チーフプロデューサーに就任する以前に、新、星の金貨に編成名義で参加していたことがある。2002年に編成局企画担当副部長、2003年6月1日にチーフプロデューサーに昇格し、ドラマに加え上、智子、桜田和幸、吉田誠らから引き継ぎ、バラエティ番組なども手掛ける。2005年6月からは、制作局企画担当副部長を兼務したため、 担当番組の一部を、磯野ふとし、松岡いたる、菅健治チーフプロデューサーらに引き継いだ。2008年7月1日から2009年6月30日までは、制作局次長を担当。このため当時の担当番組は、鈴木正人、中村秀明チーフプロデューサー、森実る洋造チーフクリエイターらに引き継いだ。2009年7月1日から2010年6月30日までは、 編成局次長兼編成戦略センター長を担当した。編成局次長は、笠西博士。編成戦略センター長は、関検人が引き継いだ。2010年7月1日から、報道局業務管理担当局次長。2010年12月1日から2011年1月31日まで、NNN 事務局長を兼任。NNN 事務局長は、畑山厚志が引き継いだ。 2011年2月1日から6月30日まで、報道局業務管理担当局次長。2011年7月1日から2012年5月31日まで、報道局業務管理担当総務。2012年6月21日から9月30日まで、BS 日テレジ務ーム取締役。2012年10月1日から2014年5月31日まで、 BS 日テル常務取締役編成局長。2014年6月1日より2016年5月31日まで情報カルチャー局長。2015年6月1日付より2016年5月31日まで執行役員兼任だった。2016年6月28日付で熊本県民テレビ専務編成局長に就任。 2017年6月1日付で再び日本テレビ執行役員に就任。2017年6月27日付で熊本県民テレビ代表取締役社長に就任。2018年4月16日、この日に催された熊本県民テレビ臨時取締役会において、社内でのセクシャルハラスメント行為を理由として、同日付で梅原を社長職から解任し、 平取締役に降格させる人事が決定した。2018年6月26日、熊本県民テレビの取締役を退任。1985年8月12日、取材帰りに東京都大梅市で低空で飛ぶ航空機を目撃。これが日本航空123便墜落事故の事故機であり、目撃者として当日夜の NNN 報道特別番組に出演している。 2014年9月13日放送の第34回全国高等学校クイズ選手権では優勝した京都府立楽北高等学校へ表彰状という正を渡すプレゼンターを務め実際に放送に顔出しもしている。ディレクター演出プロデューサーチーフプロデューサー制作。ありがとうございます。